イングランド南部のハンプシャー州にあるファーンボロー空港において2年に一度、偶数都市の7月に開催されているファーンボロー国際航空ショーが、2024年7月22日から26日までの日程で開催されているね。ここでは次期戦闘機の3カ国共同開発に参画しているイギリスの BAE システムズが、自社のブースに次期戦闘機の新しいコンセプトモデルを展示しているらしいぜ。今回はそんな BAE システムズが日英共同開発が進む次期戦闘機のコンセプトモデルを公開している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。航空自衛隊では戦闘機については3機種を運用する方針にしていて、現在はアメリカのロッキード・マーティンが製造している第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング 2AB と、マクドネル・ダグラス製の第 4.5 世代戦闘機 F-15JDJ に三菱重工業製の第4世代の F-2 戦闘機を運用しているんだけど、F-2 戦闘機については2035年から退役が開始される予定になっているため、その後継機種を次期戦闘機として国内企業による開発製造を目指して2035年から収益させる計画だったんだ。ちなみに、F-15J はパイロットが1人の短座型、F-15DJ は2人乗りの複座型で、F-35 の A タイプは通常離着陸型であるが B タイプは垂直短距離離着陸機型 STOVL で、現在海上自衛隊において軽空母としての改修が進められている出雲型護衛艦の改修完了後に艦載機として運用されることになる予定だぜ。この次期戦闘機に関する技術研究が実際に動き出したのは2010年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表したことからで、その中で将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターが提唱されているな。I-3 ファイターのコンセプトとして挙げられたのは次のもので、20年後の2030年頃までに実現させるものとして、クラウドシューティング次世代ハイパワーレーダー敵を凌駕するステルス性能次世代ハイパワースリムエンジン、電子戦に強いフライバイライトが挙げられ、30から40年後となる2040年2050年頃に実現させるものとして、将来アセットとのクラウドライトスピードウェポンが挙げられこれらの開発のための技術研究が進められたよ。また、この時点では後継機種については開発コストがかかりすぎるとの理由から、海外からの導入を検討すべきとの声もあり、さらには契約金額が数兆円単位になることから海外からの注目度が高く、2018年7月時点においてはロッキード・マーティンが第5世代ステルス戦闘機で世界最強の制空戦闘機と呼ばれている F-22 ラプターに、F-35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案し、その他にはボーイングが F-15 をベースとして F-15JDJ よりもさらに性能が向上された機体を提案。イギリスの BAE システムズはユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案するなど売り込みが激しく、この中でも特にロッキード・マーティンの案が本命ではないかとする見方が多く上がっていたらしい。2018年12月18日、第4次安倍内閣における閣議によって新たな防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画が決定され、その中期防の中において将来戦闘機については、F-2 戦闘機の退役時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得するとされた上で、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記いて、国際協力も視野に置きながら日本主導での戦闘機開発に着手することが決定され、海外の既存機を導入する案は国内防衛産業における技術の蓄積というメリットがなく、また価格のコストダウンが期待できないとされ、次期戦闘機においては国内企業の主導による開発を進めるとの方針が示されたよ。そして、2020年10月に当時の岸信夫防衛大臣が三菱重工業を開発主体に選定し正式に契約を結んだことを発表し、その他に、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が参画して次期戦闘機の開発が本格的に開始されたね。しかし、我が国の防衛産業界ではこれまで戦闘機を独自に開発した経験がなく、
国産戦闘機とされて平成のゼロ戦とまで呼ばれていた F2 戦闘機ですら、ロッキード・マーティンの F16 ファイティング・ファルコンの派生型でしかないと評価されているほどであり、高性能な次世代戦闘機の開発に海外企業による協力は必要不可欠だったんだ。海外の協力企業については2020年末までに選定するものとされ、アメリカのロッキード・マーティンとボーイングに、イギリスの BAE システムズの3社に絞り込まれ、2020年12月、防衛省は支援海外企業としてロッキード・マーティンを選定する方向性で調整に入ったことが明らかになるね。しかしながら、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府はグローバル戦闘航空プログラム GCAP というプロジェクトの立ち上げを発表し、日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア、スウェーデンも参画の間で進行中であった。次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合して、共通の第6世代戦闘機を共同開発してそれぞれに配備することを発表したな。そして、2023年12月14日には、東京で日英3カ国防衛省会合が開催され、その席上で木原稔防衛大臣がイギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイード・クロセット国防大臣と共に、グローバル戦闘機プログラム GCAP の管理を目的とする国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO を設立するための条約として、GCAP の設立に関する条約に署名して条約が締結され、次期戦闘機の3カ国共同開発が動き出したぜ。今回のファーンボロー国際航空ショーで BAE システムズが公開したフルスケールのコンセプトモデルは、これまで三菱重工業が発表していた次期戦闘機のコンセプトモデルや、BAE システムズがテンペストとして発表していたコンセプトモデルと比べて特に主翼が大きく変化していて、これまでとの違いは三角形のデルタ翼となったことで幅が広がっているなど、より進化したデザインになっているね。これについては海外メディアが、次期戦闘機においては、戦闘機同士の空中戦ドッグファイトが将来的には起こらなくなるとして空中戦で重視される機動性よりも、翼内の燃料タンクを大型化させて航続距離を稼ぐことに方針が転換されたとの見方があるほか、空気抵抗をより低減するデザインとなり、さらには主翼の広がりで揚力が増すことによってミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかと報じているみたい。次期戦闘機については日本では F2 戦闘機の後継で、イギリスにとってはユーロファイタータイフーンの後継であり、どちらも空中戦能力のみならず対地攻撃能力が重視されていることからペイロードの増加は重要なんだよね。BAE システムズでは、2024年7月に東京でファーンボロー国際航空ショーの前に開催された説明会において、まだ設計の最中でありこのコンセプトモデルが最終的な形状ではないものの、現在考えている要素をある程度反映した形になっていると述べていることから、翼の後ろ部分を変更してデルタ翼にしたことも設計が進展していることを反映したものとみられ、今回のフルスケール模型の公開によって今後の GCAP の機体の姿が垣間見られたとする声が上がっているな。しかし、7月4日に実施されたイギリス議会の下院総選挙において、政権与党であった保守党が大敗して労働党政権に変わることから、国防政策が見直される可能性が生じ開発費が見通せないとされている GCAP からイギリスが離脱するのではないかとの見方が出ていたぜ。とはいえ、ファーンボロー国際航空省に姿を見せた労働党のスターマー新首相は、この GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べて開発の重要性を強調したことから、新政権においても GCAP が継続されるとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。